お世話になります、ヒトリーでございます。8月24日新たな始まりの魔産アルセウスの入手方法が発見されたという海外の動画が話題になっていましたね。私は8月24日以前から視聴者さんにこの動画の情報を教えていただいておりまして、すでに話題になっていたのかなと思っていて、実際新しい方法の動画もリチャードさんという方が約1年前に投稿されたみたいで、なぜこのタイミングで再度話題になったかは分かりませんが、とにかく話題になったんです。で、始まりの魔さんのアルセウスは別の動画で上げていますが、今まで7万3000歩歩かないとできなかったのですが、今回のは15分程度でこなせるらしいのです。私はこれが本当か気になりすぎて眠れなくなり、多くの人も同じく眠れていないと思いますので、今回は始まりの魔さんアルセウスの新しい入手方法は本当にできるのか検証していきたいと思います。まず始める前に、今回の動画はリチャードさんという、おそらく海外の方の動画を参考にしているので、まずはそのリチャードさんに感謝を示してたいと思います。 Thank you very very much。 ソースが気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。あと今回ご紹介するのはバグですので、やる際は自己責任でお願いいたします。はい、じゃあ早速やっていきたいんですが、基本的な方針としましては、そのリチャードさんの動画を翻訳していく感じでやっていきたいなと思っております。で、まず最初に書いてあったのが、このバグはゲームの進行具合が関係なくできるとのことです。まあそういう風に書いてあったんですけど、実際のところちょっと進んでないとダメですけどね。で、このバグをやるにあたって必要なものとしましては、自転車とタキシードもしくはドレス、これは強制イベントなのでバッチ3個程度進めてれば大抵持ってるはずだと思います。で、次は探検セットをすでに1回は使っていることで、次は空飛ぶもしくはテレポートを覚えたポケモンを持っているということです。私の場合はこのクロバットですね、空を飛ぶを覚えておりますので、こいつを使っていきます。で、あとは捕まえるためのボールですね。まあ、ボールは何でもいいんですが、私はこの通りマスターボールをね、バグで増やしておきました。まあ、このバグのやり方については別の動画で解説していますので、そちらをご覧ください。で、最後強いチームと書いてありましたが、まあ、つまり強いポケモンってことですよね。私はこれしかいないんでそんな強くないんですが、なぜこれでいいかというと、持ち物を見ていただけると分かると思うんですが、煙玉持ってるんですね。確実に逃げれるようになっております。つまり強いチームというより、絶対に逃げれるようにしておくことが重要ということですね。例えば煙玉とか特性逃げ足のポケモンとかですね。で、次に書いてあったのが、このバグはダイヤモンドパールではできて、プラチナではできないみたいです。で、一応その動画の中では初期ロットとかそういう条件みたいのは一応書いてなかったんで、何でも大丈夫なんじゃないかなとは一応思います。私は初期ロットでやりますけどね。はい、じゃあ早速もうやっていくんですが、一番最初にやるのは今までのアルセウスの捕まえ方と同様にですね、コトブキシティでバグを起こしていきます。そのやり方の詳細はね、別の動画でも上げてますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。で、具体的にどうやってやっていくかと言いますと、ここの人がいますが、この左からですね、1歩2歩3歩ですね、ここに来まして、さらに下のマスで、このマスとさらに1個下のマスと、さらにこのさっきのマスの左のマスですね、この3マスをですね、自転車に乗って一筆書きのようにですね、こう動いてですね、それで戻ってこっち側に行って、それで左側に行くと。で、そうするとこの辺にバグが起こって場所が変わってますので、そういう感じでね、やっていくわけでございます。まあ、これなかなか難しいんですが、何回も何回もね、やってね、やっていきたいと思います。行ったんじゃね、これ。お、行った行った行った。こんな早く行ったの初めてかもしんね。久しぶりにやったけどうまくできた。よかった。ここは普通通りですね。普通通り行きましょう。ここで左行って、ここの木のとこに来まして、右側に行って、ここの真ん中ですね。真ん中部分まで来たら、はい、ここでメニュー画面開いて、図鑑を開いてすぐ閉じるですね。図鑑を開いてすぐ閉じると。そうすると、はい、インしました。よかった。行った。ここで一歩下行って、オッケーオッケー、行きましたね。よしよしよし。そしたらここからスタートですね、ようやく。はい、じゃあまずここをリセットしときましょうか。これでまずやんのは南に一歩でございますと。はい、で、それでリセットして西に17歩行きましょう。5 16 17、はい、ここでリセットして南に18ですね。6 7 8と、オッケーオッケー。で、ここで自転車に乗るって書いてありましたね。ここじゃなきゃいけないとかの表記はなかったんですが、とりあえずね、指示に従っといた方がいいんじゃないかなと思います。とりあえず乗っときましょう。はい、で、リセットして、こっから短いのもあるんで注意が必要ですね。北に33歩32、33と、西に415ですね。
13、14、15。 OKOKOK。 ここでちょうどコトブキシティに着きましたね。でここで一回セーブしてリセットですね。うわもういきなりこれですよ。これはなかなかきついっすね。マジで怖い。もう最初からこれっていうね、リセット。で、ここは普通にリセットします。別に何も考えず。はい、ここで続きから始めると。そうすると、ここで、一回リセットしておきましょうか。それで、東に384歩ですね。3、4と来ましたね。384歩。ここで今まで初めてやることなんですが、探検セットをですね、出します。ここで、はい、使うをまずやります。選択して使うやってから、そうするとここで DS2 ワイヤレス通信を開始しますかって聞かれるんで、ここで、EA を押していきます。はい、 EA を押しましょう。なぜかこれをやらないといけないというね、リセットして、北に479ですね、89と。はい、でここでリセットして、東に256ですね、56と。 OKOK。 ちょうどここもまたコトブキシティになりましたね。合ってそうですね。はい、でここでセーブしてまたリセットですね。はい、レポート書いていく。怖え、めっちゃ緊張する。2度目のセーブリセット多分初めてじゃないですか。これ初めてだけどリセットしていく。ここで普通に再開しますと。 OK ですね。でまたリセットして、西に214歩ですね、34と。でこれでまたリセットして、南に479ですね。怖え、89。あー、ここで3つ影みたいに出てきましたね。これ合ってるっぽいですね、ちゃんと。でここでグラフィックを更新して復活させるっていうことがね、必要みたいなんですね。つまりここでメニュー画面を開いてですね、図鑑を開いてそれ閉じるっていう感じですかね。そうするとどうやら、あ、来ましたね、ちゃんと。合ってるっぽいな、これ。でこの後どうするかというと、フルスピードサウスと書いてあったので、おそらく止まらず南に行って、動画を見た限りではポケモンセンターのその壁にね、ぶち当たる感じでやればいいっぽいですね。でこれフルスピードとは言ってますが、多分ギアとかはねどうでもよくて、とにかく下に止まらず行けばいいっぽいです。なぜならば後半にもこの場面が出てきて、その時はランニングでやってるんですよね。ギアとか関係ないっぽい感じなんで、ですのでとりあえず下に行けばいいっていう感じですかね。一応ここリセットしておきましょうか。はい、それで、はい、レッツゴー。OK、 こんな感じでぶつかる感じでやればいいんじゃないかなと思います。あ、一応リセットしとこうか。でここでまたグラフィック更新していくって感じですね。まあやり方はさっきと一緒ですね。メニュー画面開いて図鑑見て、それで、閉じるっていう感じですね。いけるかな。あー、いった、よかったよかった。もう心の中がすごい怖かったから。はい、でこれでポケセンの女性たちがね現れるって感じですね。はい、でここから南に2歩行きます。はい、1、はい、2と。 OKOKOK。 でこれで西に3歩ですね。1、2、3、オッケー、来た。リセットしましょう。そこから女性に話しかけていきます。下側のね、はい、ユニオンルームにようこそ。多くの友達とやり取りできます。でここに部屋に入りますかで、はい、押して、それでワイヤレス通信を開始も、はい、で、はい、それで、ここもレポート書いちゃいます。はい、ここで、でそれで今度ユニオンルームでお楽しみくださいのところで切るっていう感じですね。はい、ここで切っていきましょう。はい、次ここで起動した場合に注意点がございまして、必ずポケットモンスターのロゴが出るまで待って、ロゴが出てから必ず A ボタンを押しましょう。つまりこういうところで押しちゃダメで、まだまだダメですよ。まだダメで、このゲームフリークマークのところではダメでして、この先行ったところのポケットモンスターっていうロゴが出るまでね、待って、それでやんなきゃいけないらしいです。はい、ここで、はい、この画面が出てきたら A ボタンを押していいらしいですね。どうやらまあこれでいけるかわかんないですけど、まあとりあえず行きましょう。はい、これで、はい、普通に続きから始めると。でそしたら次どうするかというと、南に511歩ですね。合ってたらいいけどな、ちょっと怖い、本当にドキドキする。10、11、ここでいいかな。でここで探検セットを開きますと。はい、探検セットが開けますので、ここで使うを押してですね、今回はここで、ちゃんとね使っていきます。レポート書いて使っていきます。さっきは EA を押してやめたことあったと思うんですが、ここではちゃんとね使用して、そうするとどうやら、はい、ここで、はい、エラーが出るんですね。それで A ボタンを押してくださいとありますので、ここで素直に従ってね A ボタンを押していきます。まさかこんなのを利用するとは全く思ってなかったんですけど、でここは別にねポケットモンスターのロゴが出たところでとか特に書いてなかったので、普通に進めちゃっていいんじゃないかなと思います。怖いけどね、ちょっと。はい、でここでまたリセットしていきますと。そしたら西に32歩ですね。31、32。オッケー、ここでちょうど海荒れの道に来ましたね。そしたらここで空を飛ぶを使っていきます。ポケモンのとこから私はクロバットで空を飛ぶと。それで、うわーすごいすごい、なんだこの位置は。
そしたらコトブキシティに飛んでいきます。はい、コトブキシティ行くぞ。はい、行きましたと。行けるかな、ちゃんと。あー、行けた行けた、すげーマジか、これやば。はい、そしたら次はポケモンセンターに入っていきます。はい、でここで上上がっていきます。上に上がって、ここで上の階来たら下側に行って、あ、勝手に行くんすねこれ。あ、知らなかった、これ自分で操作してるかと思ったら今自動で行きましたね。で、そしたらまたリセットしまして、西に4歩行きます。1234と、はい、これでリセットして、北に13ですね。23と、はい、ここでまたリセットしといて、グラフィックをねまた更新させると書いてあったんですが、見た限りでこの場所でグラフィック変なとこなくて、見えていないとこでおそらく更新しているんじゃないかなと思われます。で、その海外の方の動画では、ここからは図鑑ではなくてポケモンの欄を見てね、グラフィックを更新させることをやっていました。多分どっちでもいいかもしれないですけど、私はその動画に合わせてね一応やっていきたいと思います。具体的にどうやるかというと、メニュー画面開いてポケモンと開いて、ここで、戻っていくって感じですね。ですので、やり方的には一緒ですね。はい、で、ここから北に、1、2進んでリセットして、東に6歩進んでいきます。1、2、3、4、5、6と。そうするとまたあの壁の上に来るわけですね。同じような感じですね。はい、で、ここでリセットしといて、で、ここでまたグラフィックを更新させることをやっていきます。やり方は同じですね。ここで X ボタンを押してポケモンのところを見て、それで戻るっていう感じですね。で、ここからもまた先ほど挙げたフルスピードサウフとあったんで、おそらく B ボタンを押しながら下の壁にぶつかり感じで止まらないでいけばいいっていう感じですかね。ぶっついちゃって大丈夫です。行きましょう。はい、これでいいかな。で、これ多分ぶつかってから何歩か歩いても大丈夫だと思います。はい、リセットして、またさっきと一緒ですね。グラフィックを更新させていきます。やり方は一緒で、ポケモンのところを見て戻っていくって感じですね。はい、ここで南に2歩行きましょう。はい、1、2、あ、ちゃんと通過しましたね。多分 OK だと思います、これで。はい、それでまたここリセットして、東に2歩で、はい、 OK。 はい、でここでまたポケセンの女性に話しかけていきますと、はい、と、先ほどと一緒ですね。通信を開始します。レポートも書いちゃいましょう。で、レポート書きましたら、またユニオンルームでお楽しみくださいのとこでリセットをしていきますと。いやー怖い。で、ここも特に制限はなかったので普通にリセットっていう感じですかね。はい、行きましょう。進めていきますと。はい、で、こっからは南に2歩行きます。1、2で、はい、謎の場所にちょうど着きましたね。で、ここでリセットしといて、で、ここで序盤にもありましたけど、自転車ここで使わなきゃいけないみたいですね。まあ、やらなきゃいけないのかわかんないですけど、とりあえず使っていきますと。はい、 Y ボタンで使いました。で、ここからまた南に32歩だしですね。1、2と、 OKOK。 あ、ちょうどシルベの灯台、初めて聞いた。なんだそれ、そんなとこあったっけ場所。で、次ここでどうするかというと、タウンマップを登録していきます。どういうことかというと、ここで、バックですね、これをですね、選択して登録、これを押していきます。はい、登録していきますと。はい、ここで OK ですね。これでまたリセットして、で、次はまた南に96歩行かないといけないみたいですね。5、6と、で、リセットして、東に160歩ですね。8、9で、ちょうどここの境目のとこに来るっていう感じかな。うわ、すげえな、これ初めて見た。で、ここで、リセットして、で、北に97ですね。あー怖い、あー、ぶねぶね、ギリギリで、ちょうどここで221番道路に来ましたと。で、ここでリセットして、東に63ですね。23、今んとこ合ってるっぽいな。でも、はい、で、ここでまたリセットして、南に32ですね。31、32と、ここでリセットしますと。で、ここでタウンマップ先ほど登録しましたよね。そのタウンマップをその登録したボタンで開いていきます。つまり Y ボタンで開いてすぐ閉じるっていう感じですかね。開いていって、それで閉じると。そうすると、あ、このようになんか画面また変わるみたいですね。合ってるっぽいですね、これも。はい、東に32歩、11、32、そのなんか境目のところの手前で止まって、ここでリセットして、南に32歩、12と、ここでリセットして、東に64ですね。で、 4OK、 ここでリセットして、またタウンマップを Y ボタンで開いて閉じていきます。はい、開いて閉じていく、更新されるわけですね、グラフィックが。で、ここで東に1歩進んでいきます。そうすると
場所が変わるっていう感じですね。銀河団のアジトに着くわけでございます。でここで、リセットして、で次はですね南に一歩行きます。はい、南に一歩で、そしたらここで今パルパークに着きましたけど何も始まらなかったですよね。今アナウンスみたいの、アナウンスが始まったら東に63歩で、アナウンスがなかったら東に64歩、つまり私の場合だったら東に64歩行くわけですね。4と多分ちょうどここの縁に出るんじゃないかなと思います。またリセットして北に64歩ですね。4と、はい、でここでリセットしてタウンマップまた開いてですね、それで Y ボタンで開いて閉じていく、はい、そしたら北に96歩ですね。うわ真っ白のとこありますね。なんかあミスったミスった、危ねえ危ねえ、びっくりした。今96歩進んでから北に1歩でパルパークです。今ちょっと私行き過ぎちゃってパルパーク勝手に始まっちゃったんですけど、危ない、ここパルパークだから助かったけど、あ怖かった。パルパークのやつスタートしたら、南に1歩ですね。はい、これでコトブキシティの方に来てリセットして西に193ですね。3、ここも境目ちょっと越すぐらいですかね。はい、でここでリセットして南に256ですね。お6と、西に64ですね。34と、ちょうどここも境目を過ぎるっていう感じですかね。リセットして南に160 90 OK、 リセットして西に64ですね。4とリセットして、次は南に1279ですね。9と、はい OK で西に96、6と、でここから始まりの間さんか謎の場所さんで分岐します。でこれはどっちも捕まえることもできますし、片方だけずっと捕まえ続けるっていうこともできるみたいですね。で今回は両方とも捕まえていきたいと思います。でやり方としては、始まりの間さんのやつ捕まえたいとしたら、まずここから南に3歩行きます。1、2、3で3歩来ましたんで、ここでリタイアすればいいみたいですね。いけ、リタイア、いたかな、大丈夫かな、行った大丈夫、オッケー、来た、ドドギューン来た。ちなみにこれ海外版でもドドギューンってなんか DODOGUNN みたいな感じになってましたね。はい来ましたと、オッケーオッケー、お久しぶりー。でこれで捕まえちゃって大丈夫みたいですね。いきなり私マスターボール持ってますんで、マスターボール、で捕まえちゃったと思います。はい捕まえていく、アルセウス捕まえたぞ、オッケー登録完了。ここでまあリセットして、南に一歩ですね。ちゃんとね歩数計で一歩、進むことを確認した方がいいですね。で南に一歩進んだらここで、リタイアをしていきますと。はいオッケーオッケーオッケー、はいここで謎の場所に来てドドギューン、来るわけですね。はい登場どうもこんにちはっていう感じでちゃんと挨拶していきましょう。そしたらこいつは逃げましょう。はい逃げていきます。はい煙玉を使って逃げた、このために煙玉必要ってわけですね。はいアルセウスはどこかに消えていってしまった、ここまでが一つのループとしてなってます。始まりの間さんをもし捕まえたかったらこの工程をひたすら何回も何回もやっていくっていう感じになります。とりあえずもう一回だけ捕まえてみようかなと思います。南に1、3で、ここでリタイアですね。はい最初は捕まえちゃってオッケー疲れ様、南に一歩ですね。で、さらにリタイアをすると、こいつは必ず逃げましょう。はいで逃げたらこれで1セットですね。でもしこれで謎の場所さんもゲットしたいなと思ったら、必ずここまでの過程を一区切りとして必ず終わらせた状態で次に移りましょう。ここから謎の場所さんを捕まえるとしたら、まず南に2歩行きます。1、2と、ここで、リタイアですね。はいドドギューン来ましたね。もう一気にね捕まえちゃって大丈夫みたいですね。はいありがとうございます。はいで謎の場所さんについてはこれでもう完成ですね。一つのループが、一応もう一回捕まえましょうか。南に、はい一歩、はい二歩ですね。リタイアと、マスターボールで当たり前のように捕まえていく。はいオッケー。でそれでまた始まりの間さん捕まえたかったら、このループが終わってから始まりの間さんの方をやればまたできるっていう感じですね。1セットのループを必ずやってから、次の行動に取り掛かるってことをやった方がいいですね。でちなみに始まりの間さんと謎の場所さんの違いについてですけど、始まりの間さんはハートゴールドソウルシルバーに送ると神と遺跡でギラティナ・ディアールがパルキアのどれかがもらえるイベントが起きます。で謎の場所さんは別に特に特典とかはなくて、謎の場所さんも始まりの間さんも
100レベルにすれば別にポケモンホームには送れるので、謎の場所さんに特に価値があるっていうわけでもないですかね。で、帰り方についてですが、ループの1セットを終わりにしといてください。その終わらせた状態で、次の段階に入っていきますと。はい、でここから東にまず65歩ですね、行きましょう。15と、リセットして北に1280。うわ怖い怖い、急に出てきたからびっくりした。マジか、よかったよかった。5、6、7、8、9、はい80と。でここでリセットして東に64ですね。34とリセットして、北に160ですね。ファイトエリアに来ましたね。ファイトエリア初めてだぞ。すごい、いろんなとこがある。やべえ怖え、めちゃめちゃすごい。こんなところもあるんだ、やば、すげえ、マジか。160行きましたと。リセットして東に64ですね。3、あ、ここも境目ちょうどすぎるって感じですかね。で北に224ですね。うわーやばい、全部海。4と。はい、でここでリセットして東に224。4と。あ、ちょうどコトブキシティに来ましたね、ここで。はい、でそれでリセットして北に32ですね。1、2と。オッケー、パルパークに来ました。リセットしてここでリタイアですね。オッケーオッケー、リタイアする。オッケー、やっと出てきた。やっと出てきたよ。パルパークから出てきたら一回ここで外に出てきます。うわマジか、よかった、行けてよかったわマジで。そしたらここから、空を飛ぶを使わなきゃいけないみたいですね、まだ。はい、空を飛ぶで、これやんなかったらどうなるんだろうかってもう気になりますけど。はい、でこれコトブキシティですね。はい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 、これでコトブキシティに到着しましたと。ここやんなきゃいけないのかわかんないですけど、一応手動でね自転車を使ってましたね、その人は。そしたらコトブキシティの西側にある GTS グローバルトレードセンターに入っていきますと。こっちの東側ですね、西側ですね、西側ですからこっちかな。ここじゃな、ここじゃねえや、こっちじゃなくて、ちょっと待った待った、こっちじゃなくてこっち、あれ、ちょっと待って、ここ間違ったらやばいぞ。あ、ここですね、ここのとこで入ってって、それしたらここに女性がおりますので、この女性になんか話しかけるみたいですね。はい、話しかけて GTS へようこそ。はい、何もしないでね、やめるっていう感じですかね。はい、やめると、それで OK みたいです。じゃあ見てみましょうか、こっから見ていきましょう。今のところバグないっすね、周りに。あー、ちゃんといる、よかった。あれ一匹いない？あ、一匹手持ちにいる。あ、そうだ、そうなんだ、そうなんだ、よかった。はい、こいつは始まりの間さんの真面目な性格の個体でございます。で、こっちにもおりまして、無邪気な性格の始まりの間さんですね。だからちゃんと違う個体なんですね。能天気な性格、謎の場所さん。いじっぱりな性格、謎の場所さんでございます。厳選とかは多分ね、めちゃくちゃ高速でできるんじゃないかなと思います。特に謎の場所さんであればめちゃめちゃ早く捕まえれますので、すごくいいんじゃないかなと思います。やっと緊張から解き放たれて、もう疲れちゃったということで、検証結果、始まりの場さん、アルセウスの新しい入手方法はガチでできまくるし、量産の速さはウサインボルト並みでした。さすがにガセとかとは思っていませんでしたけど、やっぱりやるのは怖いですよね、どうしても。とにかく今回は新しい要素が多くて本当大変でしたね。例えばフルスピードで南に行くやつ、グラフィック更新するやつ、マップ登録するやつ、ポケモンセンターに入るやつ、タイトルロゴが出てきたところで始めるやつ、 GTS に行くやつとか、もうめちゃくちゃあって本当に怖かった。まあでも確かにこれは7万3000歩も歩かなくていいので、まあ楽っちゃ楽なんかもしれないですね。ただダークライとかシェイミとかやったこともないのにこれやるとなると、それはもうやめといた方がいいかもしれないですね。ただ今回のやつガチで複雑だったので、リタイアさんという名前だけに、失敗しまくってポケモンからリタイアすることのないよう気をつけてくださいね。